あ、どうもこんにちはとかお世話になってますとか言わない、まあ、言わないですね。え、何も、はい、おスルーして、そしたらおい挨拶しろって言われて、うん、はここ毎感じだから、なんで女の方が挨拶しろよ。毎感じだから、行ったらもうキレられて、お兄ちゃんに、あ、それはキレられるわ、礼儀として挨拶しろよ、まあ、そりゃそうだ、礼儀としては分かるよ、うん、でもここ毎感じだから、うん、おしますみたいな、バーって言って、おい待てみたいな、あなたが、はい、おい待てって言ったら、ちょっとおい待てって言った、でもさーって言っちゃったから、うん、やっぱりごちそうさまといただきますはやっぱ言わなきゃいけないと、それはもうルール、礼儀はちゃんとしてほしいから、そういうのもないし不愛想だし、嘘でもいいからいい対応しろよと思って、うん、それでムカついても一回嘘の対応嫌ってんのあなたじゃん。礼儀と一番、うん、礼儀として、あくまで礼儀としてね。でも一回さ、お兄さんの彼女無視して通ってたわけだよね。はい、それは礼儀が大丈夫なかったじゃん。あ、それは毎感じだからいいんだ。そう、毎感じだから。